はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、何でここで、ここちょっと位置がね、前回の終わりと違っております。というのも、こっちだよね、確か前回の終わり。こっちで終わったんですけど、こっちまでバイク乗ってきました。それでバイクからちょっと降りてね、場所確認してたら、バイク見失った。で、5分ぐらい、7分ぐらいここら辺ふらふら探してたんだけど見つからなかったんで、もう動画止めてね、降りた場所を確認して戻ってきたという始末です。で、ここら辺だったっていう、あったやっぱりあった。出だ。前回動画撮ってあげてきたらまさかのコメントがもうめちゃくちゃいっぱいついてました、さらにね。フェラルホードね、フェラルホード。足折れてたっていう、がっつり。いや、俺もね、あれは折れてたよ。明らか折れてたよ。でもね、気づかないもんなんだよ、ほんと。全然気づかなかったんだよね。いや、折れてんのかなって思って、左下見たんだよ。でも折れてねえじゃんっていう判断になったんですよ、なぜか。あんながっつり折れてるマーク出てんのに。いやー、ダメだな。ほんと、焦ってる時って見落とし半端ないね。この家なんか面白いな。この家面白いけど。いい場所がないんだよね。どこでフェラルフォードっつか要塞作ろう。要塞っていうか、拠点？どっかいいとこないかな。もうここ全部見渡しちゃったか。ここら辺見てみようか、じゃあ。ね。こっちまでワン。ちゃん見る？どうしようかな。いいのがないと困っちゃうね。ゾンビめっちゃ来てるじゃん。まあいいや。お、なんだここ道か？道があるぞ。道の向こう側？あれ？どこ？通り過ぎた。通り過ぎた。どこだよ。ここか？ここら辺？この先まっすぐ。なんもねえな、そしたら。なんもないね。あ、なんもなかったっす。そうか、そうか。燃料切れ。燃料切れと。どこ行こう、そしたら。こっちチェックして。こっちに住むっていうのもな。トレーダーがここら辺にいてくれればね。はい？俺燃料入れてないの。待て。オッケー。危ない。おい、ちょ、待ってよ。え？どこ？右か。後ろか。そこか。ここだ。ここだ、ここ。ここら辺だね。この先かな。山のところか。あ、しかもここってあれだな。近づいちゃまずい場所だな、ここの土地は。この土地アウトな土地だわ。爆発するから。爆発するからっていうのもおかしいけど、地雷が埋まってるんですよ、この土地。だから下手に近づいたらダメっていうね。ここに近寄るにはちょっと、思い切りが必要な土地です。どうしよっかなー。いや、今の俺には思い切りなんてないから。こっちちょっと見たいな。でもこんなところの中に住むわけにはいかないし。で、トレーダーここでしょ？もう一人ぐらいトレーダーどっかいないのかな？ここちょっとチェックしたいよね。でも草ないからな。ここにトレーダーがいたら、ワンチャンあるんだけど、ちょいと前走って、ダメならこっち帰ろっかも。砂漠はとりあえず確保したいんです。暑いな、俺暑いな。これ飲んで。もう。砂漠でとりあえずね、オイルシェールを大量に確保しときたいっていうのがありまして。そしたらいろいろと後々便利なんでね。どうしようかな。やっぱ砂漠拠点1個は構えなきゃな。どうしよう、どこでどうやって構えよう。し
かも普通じゃない、普通じゃないのにしたい俺は。他の人が絶対やらないようなことをやらなきゃいけない。そんな無理だよ。普通になるに決まってんじゃん。普通になるに決まってんじゃん。普通じゃないとしてもただの豆腐ができるだけだよ。俺が作った豆腐なるし。決まってんじゃん、そんな。それをぶち壊す何か別の豆腐を作る。無理だわ。今思いつきはしたけどさ、それダメだな。とりあえずここに作るかも。めんどくさいし。よし、ここに結局帰ってきました。帰ってきました。私帰ってきたんで、ここに作ろう何か。そうしましょう。 OK。 でまずあの建物爆発物処理をしに行こう。本当に地雷入ってんのかな、この建物。そこが問題だよね。地雷、俺見た目わかんねえんだよな。昔の地雷のまんまだったらわかるんだけど。家にゾンビいるから怖いですよ。ちょっと待って、後ろにいたりしてない。あいつうるさいから止めとこ。よし、倒した。静かになった。よし、行くぜ行くぜ行くぜ。ちょっと待って、暑すぎて俺喉渇いてるわ。あ、やべえ、ここ住むの無理かな。ポンチョ作ろう。川でポンチョ作れるよーっつってたんだよね。まあいいや、もう入ろう。多分地雷があるとしたら、俺の予想だとこん中なんですよ。まあそれは普通はそうだよね。よし、普通はそうだよね。チラッと。OK。ロッカーなんて前からあったっけ？ここトイレじゃ、トイレだよね、やっぱりね。地雷ないぞ、今のところ。トイレだぞ。そうだ。今のところ地雷ないぞ。本当にこんなとこあんの？怖えな。怖えな。本当にある？本当にある？なくね？昔あったところに改良って加えられてる？今回。まずそこからだよね。どこだよ。ちら？ないでしょ。ないでしょ。ないって。地雷なんてないから。川川。ポンチョ作るな、俺。地雷ないから、まず。椅子取ってしまえ、俺。ないわ。ないよ、ないよ。外？外回り？椅子だよ。もしかして地雷除去されたかな、ゾンビに。椅子がちょくちょくあって。見張り小屋みたいになってる感じね。とりあえずないぞ。ないぞないぞ。下に降りてもないぞ。とりあえずあのゾンビ気になるから処分しとこう。ちょ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 。ああ、もうダメだ。あいつこっち向け。ダメ。叩きに行った方が良かった。結局あさりに行くな。叩きに行った方が良かった。よし、危ない危ない。こういうとこに地雷埋まってる可能性もあるからね。あ、なんで砂だけ埋め。草が取りたいんだ俺。俺草取れねえマジ。俺相手持ててねえし。ゆず、ごめん。ガラスいらんて。よし、
この感じだと地雷ないですぞ。ニワトリがいるけど。なくね？これライトついたり消えたりする？しないね。これは？しないね。こん中だな、あるとしたら。めんどくさいか、大川でぶち上げるか。木だわ。え？なくね？なくね？地雷なくね？おお、いいね。あ、ハンティングライフル完成品が、完成品ゲットした、ラッキー。地雷なくね？え？え？どうしよう。どうしよう俺。こんだけ時間かけて探索して地雷なくね。まさかの、まさかの地雷なくね。ちょっと待って、ちょっと待って。お、マジかよ。こんなことならもうさっと入ってさっと全部チェックして終わればよかった。マジかよ。マジかよ。どうしよう。この家どうしよう。誰も考えたことのないような拠点を作りたい。まずここ平地にするか。軽く周りを。で、床を。めんどくせえな、あの建物。なんかキノコみたいなの生えてんじゃん。屋上に地雷あったら俺アウトだけどな。遊びに行ってドッカーンとか、マジ嫌だぞ。よし。ここね。地雷なくね？チラッと。いや、ないから。鳥の羽だし。ないですね、地雷。見晴らしいじゃん、ここ意外と。おおほう、あれなんだ。あれ、ただの。粘土が2段になってるだけだね。で、あっちにトレーダーハウスがあると。ここである必要あるのか、俺の拠点が。やっぱ砂漠きついかな。どうせな、高台に作っちゃう？普通高台に作らないもんね、みんな。やばい、今思った。分かった、俺だけの拠点の作り方が。これは来たぞ。俺にしかできない拠点の作り方。どこに作ろう、しかし。どこに作ろう、ちょっとだけ考えさせて。ちょっと上行こうか。いやー、思いつきまして、私にしかできない拠点の作り、拠点って言わねえけどさ。ありえない戦い方考えた。どこで戦おうかな。平地がいいんだよな、やっぱり。平地がいいし。見晴らしがいいところがいいし。平地ないんだよな、ここら辺。山中では無理だしな。いや、ゾンビさんたち、ヘッドショットとか当てられないし。そういうところで戦っちゃダメだって。ここは？ここはどう？ここ平地？このキャンプ地みたいなやつ。平地っぽいけど全然平地じゃないよね。ダメだね。痛い。後ろ来てる、後ろ。違うな。ここじゃないな。この家も違うし。いや、結
こう範囲がないときついんだよな。49日目のフェラルでしょ。ここもきついし、これ雪だしな。雪んとこにはもう構えたくないんだよ。雪んとこに構えて、あ、穴掘って下からあっちに行く。砂漠、まあ、それも悪くないか。でも雪のところにまた構えるの嫌だな。雪と砂漠とか熱がな。いい場所見当たらん。いい場所も見当たらん。ここでやるか。ここ、この家は平地じゃないんだよな。平地どっかないかな。ちょっとそれっぽい場所結局ないか。あの砂漠の家で頑張るしかねえのかな。トレーダーの周りではやりたくねえしな。トレーダーの周りめっちゃ平地や。うー、やるか。トレーダーだ。トレーダーでしかない。もうトレーダーで49日目のフェラルホード俺迎えます。ちょっとね、申し訳ないですけど、あ、こっちいいな、こっち、うん、ただし誰も見たことがないような拠点を作ります。誰も見たことがない拠点を作ります。その材料は木で作る。誰も見たことがない拠点。そしてゾンビはねもう容赦なく立ち向かってくるんですよ。木ね、木で何が作れるかっつったらね、あ、これいいね、これもいいね。なるほどなるほど、あ、なるほど、あ、これでレシピで探せばいいな。 OK、 うん、なるほど。あ、いっぱいあるね。あ、いっぱいあるね。いいね。あ、なるほど。あー、そういうのある。なるほど。おー、いいね。うわ、ネイル使うんか。ちょっと待った。マジか。あー、そうですか。ネイル使うんですか。ちょっと、私の中で目標がちょいと高くなってしまったな。ドア。オールドウッドサイン。こうやって立つのかな。立った。ちょっと、とりあえず、私の次のフェラルホードの対策案を考えました。で、材料はガラクタ。ガラクタ要塞を作ってみようと思います。要はこのオールドビアとか、この適当なステアとか、ステアとか、この新しいやつね、こういうのとか、あと何がある、あと椅子とかね、椅子とかテーブルとか、こういうガラクタを積み上げてバリケードを作って、このトレーダーの内側に引きこもろうと思います。なんでね、間に合うかな、多分間に合うと思うんで、やっていきたいと思います。どうでしょうか。このバカなアイデアどうでしょうか。お気に召すでしょうか。絶対誰も見たことがない要塞作れるわ。要塞って言わねえな、もう。何なのかもわかんない。とりあえず、どこにしよっかな。
まあ置ける限界、トレダの置ける限界があるんで、まあ、オールドピア、あのさっきのやつ、これをまあ10個ぐらい作ればいい目安になると思うんで、これを立てて、斜めとか行く？このオールドビア意外と強えぞ。これワンチャンあるぞ、このオールドビア。無敵の壁作れるかもしんねえな。え、こんな近くから置けんの？え、そうなの？これちょっと近すぎだろ。いやいやいや、もうちょっとこっちら辺まで行こうぜ。これさ、ワンチャンある。うわ、乗らないのか。何これ、マス24、ロード24。なんで？まあいいや。これさ、終わっちゃうんじゃねえかな。見えなくなっちゃうけどさ。こう。あ、ちょ、こっちダメなんだね。こっちから置けるんだ。へえ。これさ、あ、これ、それどころか、ゾンビ上歩いちゃうよ。歩いちゃうとりあえずまあどっかに、あ、バイクなくなっちゃった。おい、バイクあったあったあった、ライトついてる。とりあえずバイクを持ってきて、あ、どこにしよっか。とりあえずはまずはフォージとかを拠点の前に、拠点じゃない、この入り口の前に設置して、軽くね、か、固めましょう。いや、表でフォージやったらあれだな、ペラルフォード始まっちゃうな。ペラルというか、なんていうの、あれ、やばいやばいやばい、早い早い早い。なんかお前早くね、動き、キレッキレじゃない？大丈夫大丈夫っていうか、キレッキレだよね。イエーイ。やばい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 、おい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 、ちょ、あ、うそ、下手くそ。あ、ダメだね、振ってから固まるから頭打とうと思ってるんだけど、そのタイミングで殴った方が早いな、こいつら。なるほど、もう一発。あ、ダメだ、よーし。よー。よー。おう。おう。こいつ頭当てるの難しい。ポージどうしよう。ポージ抱いたら無理だろ、ここで。どうしよう。どうせなんで。砂漠掘るか。うん。ここに砂漠掘っちゃうかも。ここら辺に拠点構えるか。地下拠点を。どうせ一つ欲しいし。ね。で、こっちに構えて。で、そいつから。行こう。よし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 。あ、これだ。どうしよう、ダブルで掘っていった方がいいような。セキュアチェスト、よいしょ。なんかもう目印ある、これ。目印なんねえな、まあ、いっか。違う。ああ、これとか持ってきたくない？同じ？ワンスタックたまるかな。ラダーとかいる？ラダーよりもフレームが欲しいかな。フレームが50ぐらいあって、今の高さが16で、いくつだっけ、
50ぐらいだっけ、56だっけ。まあいいや、まだまだ、まあまあ50ぐらいあって、であとなんだ、ハッチ、ハッチも50ぐらい。まあいいや、高さ確定してからでいっか。とりあえずラダーでいくもんね。そうか、本当か、本当か。1,2 で掘ってって、これ置いて上がってきて飛び降りるから、草、なんじゃない、なんじゃない、これでいい。おう、もう大丈夫だ。あれあれ、ベル、よし、オッケー。というわけで、どうしよう、掘るところからやるか次回。うん、掘るところからやりましょう。というわけでね、方向性がやっと決まりました。私、あの拠点の、まあ、平べったいとこがないっていうのは辛いよね。周りにガラクタで壁を築きます。どうにか積みまくって、いろいろ何もかんでもいろいろ積みまくって、まあ適当にね、間に合うだけガラクタで壁を作りたいと思います。そういうことで OK。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てってください。ご視聴ありがとうございました。なんか言ったな。うん。ありがとうございました。チャンネル登録してってくれたら嬉しいです。静止画でした。